テレビくんのラジオ非正規ドルオタでもファイアー挑戦、テレビくんです。よっ、まっしゃい。本日は秘宝6月で契約終了、クビになりましたというテーマで話していきたいと思います。今年1月から派遣で工場に勤め始めたんですが、6月15日までという契約書を派遣の担当者さんから渡されてしまいました。週5日8時間勤務つらいってもう何回も動画でアウトプットしてきたけど、まあそれも6月で終わるということで、今日はそのことについて話していきたいと思います。このチャンネルでは非正規ドルオタ35歳ボカロ P がファイヤー達成までの日常をアウトプットしていくラジオ形式のチャンネルです。よければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。始まるよ。先週仕事から帰った18時ぐらいに派遣の担当者さんから保険証新しくできたので渡したいので、朝出勤前に会社まで渡しに行きたいと思うんですけどどうですかみたいな電話がありました。で、あ、分かりました、お願いしますみたいな感じで答えたんだけど、前祝日のもう朝8時半とかにも電話してきて、で起こされたんでもうムカついたから、もうその時にその電話じゃなくてメールにしてって言ったのにまた電話かけてきたんですよ。まあイラッとしたんだけど、まあでも営業系の人は古の価値観からもう離れられないから、まあしゃあないなと思って電話を切りました。でそれで待ち合わせの日になって保険証を受け取ったんですけど、まあその時にあの派遣の更新の契約書を渡されてサインをお願いされたので書けました。でそこにはまあ4月1日から6月15日まで契約お願いしますねみたいな感じの内容で、で特別担当者さんからその仕事についてと、まあなんかここで終わりだよみたいなことをまあ聞かれなかったので、またその6月15日、まあ日にちが近づいたら契約更新の書類をまた持ってきてくれるんじゃないかなと思います。でまあその時にちょっと電話で連絡されると、まあこの間ちょっと祝日で朝早くかけられてきて、でまあ起きちゃったんで、まあちょっとメールにしてもらえますかねって直接言うこともできたし、でまあそしたら、あ、すみません、ごめんなさい、もうメールにしますみたいなことを言ってくれたんで、もう電話かかってくることが ないと思うし、まあそれでちょっと言いたいことも言えたのですっきりしました。まあここで6月で契約終了ってなってもまあいいかなと思ってるんですけど、でもそのまあ本当にその会社の都合だったり、そのテレビくん仕事できないからもういいっすわみたいな感じで言われて、まあ本当に6月で終わるっていうことも十分にありえるよねと思います。でもしそうなったらどうするか、まあだいたい今貯金がその頃には50万円前後あるし、で去年働いてた時の失業保険が申請すればまだあるし、で今働いてる保険証で、まあ、病院にも行ったので特定理由離職者になれて、で待機期間なしで失業保険を受け取れるので、まあ、年内12月ぐらいまでは無職でいられるのかなと予測しています。で無職でもう8時間勤務のアンチやってるので、無職になれたらなって考えるだけでも心躍るタタラタタラタンタンタンレリオって感じなんだけど、まあ、まあ6月で辞めてもまあ半年しかまあ安心してニートできないので、まだその意に反してるけど、まあ6月以降も契約更新してもらえればまあやっていくわって思いました。で契約書をよく見るとその定職日っていうのがあって、で24年来年の10月とで2026年の1月に設定されていました。で定職日とはっていうと、まあ、いわゆる3年ルールですね。でこの3年っていう派遣期間の制限を過ぎた翌日のこと で例えばその今年2023年の1月1日に派遣で入社した場合、定職日は2026年の1月1日になります。
で原則その定職日を迎えたら同じ組織内でそのまま働き続けるっていうことはできませんっていうことで、まあ、どんなに長くても26年、まあ、3年後の1月にはもう強制セミリタイアさせられるっていうことですね。まあ、それまでにまあバンバン節約して資産構築していくし、まあ、YouTube で収益化も3年間まあこのペースで続けてればまあ達成する可能性もあるよねと思います。で職場でのテレビくんはもうかなりだるそうにその指示されたことしかやらないし、もう社員さんとの会話ももう声も小さくて、でまああまり会話もしないので、まあ仕事に身が入ってないのでもう仕事まあ普通にミスして怒られるんですよ。まあっていうそのまあ仕事もできない底辺の派遣って感じなので、まあ、3年間いてもまあその先そのうちで正社員どうみたいな話はまあおそらくないんじゃないかなと思っています。で同じ部署 で週3回午後からそのバイトできてる20代前半くらい その男性がいるんですけど、まあ、爽やかな感じの人なので、その人の方がまあ自分よりその仕事任されてて、で中例でもなんか発言したりとか社員さんとももう馴染んでるし、でチャイムが鳴っても仕事し続けるっていうその奉仕精神も備わってるの でバイトさんの方がまあ正社員誘われるのかなって思ってますね。まあ、とりあえず自分は、まあ、6月まで会社で、まあ、なるべくミスをしないように簡単な仕事だけやって、で指示待ち人間しながら資産を増やしていこうと思った動画でした。週5日もう9時間拘束っていうそのしんどい中でも簡単で楽な仕事しかせずに、まあ、ぴったり定時で帰って、でお金のかからない趣味も楽しんで節約して資産増やしていくのが、まあ、非正規弱者男性なりの攻略法だと思っています。で非正規で仕事もできなくて職場でも軽く扱われてる弱者男性だけど、もうセミリタイアしていくのでこれからもよろしくお願いします。最後にツイッターもやってます。フォローよろしくお願いします。エンディング曲はオリジナル曲のニートでいたいです。概要欄からフルバージョンが聴けるのでぜひ聴いてください。欲しいものリストを公開してます。ヘルビー君が欲しがっているものが知りたい方はぜひ覗いてみてください。最後まで見ていただきありがとうございました。楽しかった。手を燃えればいい。